昔ある村に観音様を深く信仰しておるおじいさんが住んでおった。おじいさんはある日のこと、いつものように観音様にお参りを済ますと、観音堂の石段を降りてきた。すると、何やら足音がする。はて変じゃな、確かに人の足音が聞こえたんじゃが。なんじゃ、ひょうたんの転がる音じゃったか。あれまあ、このひょうたん一人で勝手に動くだか、なんとも珍しいひょうたんじゃな。おじいさん、おじいさん、おじいさん、おじいさん。おじいさん、脅かしてごめんなさい。おら金七というだ。おら弟の孫七だ。おーおー、かわいらしいわらしたちじゃ。おじいさん、おらたちをひょうたんと一緒におじいさんの家へ連れてってくれろ。ああ、いいともよ。お前たちのようなかわいらしいわらしは大歓迎じゃよ。こうしておじいさんは金七、孫七の二人のわらしを自分の家へ連れて帰った。おばあさんもこれはきっと観音様の授けてくださったものに違いないと大喜びじゃった。あれまあ、こりゃ一体どうしたことだ。ご飯の支度ができておる。ばあさん、ばあさん、見てみ。あやま、なんてごちそうなんでしょう。白いご飯にお魚までついておる。おじいさん、おばあさん、おはよう。金七、孫七。すると、これはお前たちがこしらえてくれただか。じゃが、こんな米や魚どこから持ってきただ？このひょうたんからは望みのものが何でも出るんだよ。米よ出ろ、米よ出ろ。おじいさんはもう狐にでもつままれたような思いじゃった。それからしばらくしておじいさんの住んでいる村からは少し離れた町の天神様で大きなお祭りが行われた。おじいさんは金七、孫七に言われるままにこのお祭りを見にやってきた。
お社のそばに黒山の人だかりがしておった。さあさあ、富くじ代をたった一部で千両の宝の山が当たるよ。おじいさんおじいさん、こうてみれこうてみれ。ん、そうか、よし、そんなら一つこうてみるか。さあさあ、どなたがいないかね。たった一部で千両の宝の山が当たるよ。よし、おらが食うだ。はい、来た。今からこの男が目隠しして投げる矢がどこに当たるかお慰みだよ。それ。おお、当たりだ。こうしておじいさんは富くじは当たるわ、欲しいものは何でもあのひょうたんから出るわで、その後何不自由なく暮らしておった。ところがある日のこと、このひょうたんの噂を聞いて隣村から欲張りの馬方が馬を連れておじいさんの家へやってきた。そうしてなんだかんだとうまいことを並べて、おじいさんの持っているひょうたんと馬とを取り替えてくれるよう頼み込んだ。でもおじいさんはひょうたんは観音様からの授かり物じゃからと思っていたので断り続けた。すると来てくれろ。おじいさん、あの男にひょうたんをあげてくれろ。へえ、あの男にやっていいだか。おじいさんは残念じゃったが、金七孫七に言われてしぶしぶひょうたんと馬とを取り替えてやることにした。ええー、それじゃあ取り替えてくれるだか。うわっ、うわっ。なあ、金七孫七、本当に取り替えてやってもよかっただか。うん、だってあれもうただのひょうたんだもの。馬方はひょうたんを手に入れると早速これで一儲けしてやろうとお殿様のところへ会いに行った。お前か、不思議なひょうたんを持っているというのは。へえ、さようでございます。お殿様がお望みの品なら、このひょうたんから何なりと出してお目にかけます。その代わり、これがうまくいきましたら、いへへへ、ご褒美をたっぷりと。よしよし、わかった。ちょうど良い馬を一頭欲しいと思っておった。馬を出してくれ。えい、うまいよ、出ろ。うまいよ、出ろ。いくらひょうたんを振ってもひょうたんからは何も出てこなかった。おかげで馬方はお殿様から大目玉をくらった。一方、あのおじいさんじゃが、おばあさんと一緒に金七孫七の二人を育てながら、いつまでも仲良く暮らしたということじゃった。